ピンチでしたが、その裏すぐ立浪がヒット。そしてライアルは右中間にタイムリーツーベースヒット。この後も落合のヒットなので2点目を入れ、あっさりと逆転。落合は3回のツーアウトランナー3塁からタイムリーツーベースヒット、着々とリードを広げました。これに対して6回まで中日の先発アンダーソンに初回の1点だけに抑えられていた広島は7回に大反撃。おさらい山崎の連続ヒットなどでノーアウトフルベースと攻め、この前田の犠牲フライなどで1点差と詰め寄ってアンダーソンをノックアウト。変わった山田は野村をセカンドゴロに仕留めたかに見えましたが、二村が痛恨のエラー、広島同点としました。しかしここからがドラマになりました。7回の裏、立浪のこの日4本目のヒットを足場に、ピンチヒッターのヒトロはレフト前にタイムリーヒット、中日再びリードを奪いました。しかし8回、広島は幼いが中日3番手ルーキーの森田からライトスタンドに第1号のソロホームラン、またもや同点としました。ところが中日はその裏、森田はこれがプロ初打席、広島4番手秋村からライトスタンドにまさかの一発です。その森田、最終回は3人できっちりと抑え、お見事自らのバットで早くも2勝目を飾りました。